はい、どうも皆さん、こんばんは、モッティです。さあ、今日もやっていきましょう。スプラトゥーン実況プレイ。さあ、今日はガチエリア編で、いつもの洗濯機、使いましょう。よろしくお願いします。さあ、ということで今日もガチエリア編、箱風倉庫たちをパーキング。洗濯機、メイン武器にしようかな。なんか3番手武器ぐらいにしようかなって今、割とガチで思ってる計画ナウなんですけど、どうですか皆さん。洗濯機好きですか率直に聞きます。洗濯機は好きですか綺麗なお姉さんは好きですかみたいなね。そういう聞き方していきますけど。洗濯機楽しいんだよね。楽しいんですよ、ね。結構。あー、塗りがちょっと弱いけど、まあ、タチウオだったらまだまだ。うん。黒デコとバケツとスシコラなんで、リッターがうまく見てくれたらかな。どうする？これ一回こっち行った方がいいっすか？ね。多分うわぁ！マジっすか。それはちょっと。それはちょっと。いや、そしてそこにいんのか。いやー、ちょっと待って、それは。ちょっと洗濯機には荷が重すぎますよ、それ。はい、オッケー。どうする？あー、もう行かれてんの？中央から行かれてんのか？いやー、ちょっとそれは、いや、ちょっとそれは後ろも来られちゃってるし、いや、ちょっとそれはいや、ちょっとそれはさ、それだよね。あ、もう上上がられちゃってる。わ、終わった。真紫いや、もうこっち行かざるを得ないでしょ。誰かいるだろうってことだろ。やばい。やらかした。一回これカウント止めて、戻して引いて、ここで、ちょっと全然ここで、また、来るでしょ。でしょ。で、俺も上取っちゃうか、逆に。なんか今、ズズンズン、ズズンズンって言ったけど、なんだったんだろう。いや、もうこれは自陣はもうリッターに任せるしかないでしょ、これは。いや、これはもう取ってもらうしかないよ。ないっすよ。だってタチウオパーキングだもん。タチウオパーキングだぜ。俺リッター最近、使ってるからわかるけど、いや、リッターじゃないわ。シャチャ使ってるからわかるけど、タチオだぜ？タチオ？いや、そこは、まずそれ、変な出方した、これ。そこタチオだからな。いや、だって、なあ、嘘でしょ、マジかよ。ごめん。ごめんね。ごめんね。ごめんね。なんかごめんね。なんか、ごめん、もう。ごめんね。どっち見たらいいかな。ちょっとそれだけ教えてほしいな。それだけ教えてほしいな。リッター自陣見れないか。リッター2いたら見れるだろ、普通。ダメか。あ、やばい。これ、あら、早かったな。あ、カウント進んだ。おい、さあ、リッター1個ここにいるんだけど、何してんの？あ、そこにいる、あれを倒してほしいの。そういうこと？それがきついの。うん、ごめん、倒したよ。すまんな。すまんな、気づいてあげられなくて。はい。そういうことだったの？どうしようかな。届け！俺の思い。よし、オッケー。オッケーなんだけど、これは疲労取らなきゃいけない状況下で、上にいて、いやー、その黒デコ微妙に嫌だなぁ。いやらしいなぁ。上取れちゃうとね、ああいう黒デコは。いや、これ立体でもさ、あそこの位置ギリギリだったら届くよね、確か。あ、やばい、跳ねちゃった。跳ねちゃった。いや、跳ねちゃった時も倒した。やらかした！はっ！見えない！さすがにこれは！見えない、これは見えない。ちょ、リッター頼むぜ、マジで頼むぜ。中央の真ん中にいるんだけど。あ、なるほどね、そのバルーンの後ろね。いや、これは寿司が、そうちょっと待って、ちょっと取れてない。あー、これはまた取られましたね。で、つきましたね。いやー、まあそこでリードしてあげられなかったのがダメだね。単純にね。うわ、怖っ。スワゴール届くんだ。
それ届くんだ。そこまでいけるんだ。あー、また上取られてる。あー。これ飛んでくる？飛んでこないね。ちょっとなぁ。まじ、エリアの闇だなぁ、これは。あー、もうそこいられちゃうと多分きついわ、俺。いや、もう無理、無理やり、無理くり、無理くり、無理。もうこれは無理くり。これは無理くり。もうこれは無理くり、メリくり。もうこれは行くしかないでしょ。どこ？まあ負けましたね。これは負けましたね。しゃあないなあ。まあ65までよく頑張ったねって感じかな。これに関しては。いやーちょっと、まあ先手取られたのがきつかったのと、いやーそこずっとだから、先に高台取られちゃって、で、あそこの寿司をどうにも、してあげられなかったのがいけなかったかな。まあ練習中なんでしょう。ね。そういうことだよ。そういうこと、そういうこと。結構打ち放題だったと思うけどな。まあ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 。まあまあ落ち着きたまえよ。まあ落ち着きたまえよ、諸君。日常茶飯事だ。日常茶飯事という言葉は、日常に茶碗をと、の時と書く。つまり、君たちは毎日茶碗を持つだろう。そういうことだ。それぐらい、いつも通りってことだ。うん、常日頃ってことだよ。茶碗持たないですかね、でもね。なんか、最近でもないんですけど、よく家族でね、モッティのスプラトゥーンの動画見てますよっていう、まあ、すごい、ちょっと言いかけたけどやめますけど、まあ、家族の方々がいらっしゃる、みたいで、夕飯時に見てって大丈夫ですか？親御さんたち。大丈夫ですか？大丈夫ならいいんです、別に。寿司コラノバ、バレデコ、リッター。こっちが割とピーキーズなんで、これちょっと、これどうしよっかな。左から入りたいな、でもな、実際。ここ、なら、いない。あ、違う、わかった。わお！やばい。これはやばい。ここ。どこ？あ、後ろ？ここ。あ！え、いな、消えた。ちょ、マジか。いや、マジでね。いやー、これ行った方がいい。あ、こっちょろ足、そのちょろ足。やっぱどうしても濡れない武器使ってる以上はこういうのは言えないですよね、特になんともね。さあ、これとりあえずここは一回取っておきたいところではある。と、あ、やばい、それその大きい馬。おとんね、おとんね、おとっと。ノバ洗濯機は圧倒的洗濯機いるんですからね。どうくる、どうくる、どうくる、どうくる。うわぁ！えぐ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 え。まあ、強いな、やっぱバレデコ。ほんとな、バレデコあんだけ濡れて大王ってちょっとやばいっすよね。実際。いや、これ取るの至難の技だろう。あ、やばい！あっちゃったな。そこでも取れない限りは、多分、勝ちはないですよね。ちょっと、行きまくっていいと思う、そこ。多分、右サイドのバレデコ潰さない限りは、多分これはもう、死も覚悟してるじゃない？あ、抜けてくれた？これは厳しいぞ、これ。これ厳しいぞ。これ厳しいぞ、ちょっと溶けすぎてるぞ。
いや、溶けすぎてるんだぞ、これは。落ち着いて。濡れないからこそ、あ、ぶんな！濡れてるところから行きたい。いいよ。あそこなのね。あー、倒した！これ倒せるのすごい。どこバレてこう。ナイス！取れてなかったっていうね。オッケー。なめんな俺の空間把握能力。あぶな、怖っ。はい、よし、オッケー、オッケー。だけどこのタイミングで味方が俺含めて3人死んでる。まだ終わらないね。まだ終わらないか。これでもまだ終わらないか。相当止めたぞ。はい。あ、バカ。バカチン。バカチン。バカチン。まだ終わらない。落ち着いていこう。落ち着いていこう。あー、ま、最悪の、マジで？もうなんか見られてんじゃねえのレベルの今の飛び出しでしょ、今の。え、ちょっとさすがにさ。今のはちょっとだ、なんか突っ込んできたんだけど、マジで。ガチイノシシ。怖っ。まあいいや。ちゃ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 。一回行かせよう。あー、取られる。ここ。そこのノバ対決は相打ち。相打ちからの。ちょっと一回。いやー、これはやだ。ナイスー、いい連携、信じてよかった。一回引くよ、一回引きますよ。ナイス、いいセンサー。いいよ、そっち見る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 。センリッター絶対そこ辛いの分かってるから。はい。いや、俺より塗りが強くて射程長い武器はさすがに。いいよ、入ってこい、入ってこい、入ってこい。いや、同時は無理だよ、それは。それは無理だよ。塗った方がいいよね。やっきー。怖ー。マジで。怖いっすね。パターンハマると強いんだよね、洗濯機ってね。ハマらないと、そう、やっぱ、ハマらないとやっぱ味方芸になっちゃうんだよな、どうしてもこの武器って。でも楽しいよ、やっぱり。中盤で網の下からガツガツやってたじゃないですか。もうあれができるのは洗濯機だけだからね。あれダイナモでも、ダイナモであればやらないでしょ、あんまり。たまに見るけど、ああいうダイナモ。多分洗濯機の方が、考えて撃てるなっていう。考えて撃てるのが好きなんですよね。ダイナモも多分考えて撃つんだろうけど、俺はダイナモはあんま考えて、触れないタイプなんで。洗濯機は相手の動き見ながらこう動くな、読んでここに置いとけばいけるんじゃねえからのドシュン。頭の上にね、脳天直下で当たれば80ですから。強いんですよね。ブラスターじゃダメなんですよ。ここら辺が。いや、洗濯機かな。なんか洗濯機のスペシャリストなりてえな。いないからね、本当にね。やっとなんかカンスト勢がちょいちょいいるよーっていう話を聞き始めたぐらいで、ほんとなんかこの武器ってね、いや、もっとね、もっと俺普及していいと思うよ、この武器は。割とマジで強いからね。うわ、やばそう。ゴーニー、黒デコ、ジェッパーのリッター、結構強そうですよね。うわ、もう来てるよ。さすがジェッパー。あ、強い。動かれちゃうと強い。動かれちゃうと強いけど、まあ倒したけど、そこにいる、あれ北斎か、ごめん。立派じゃなかったの、すま。最近モッピーさんガバガバじゃないですか。あ、じゃあ立派いねえのこの部屋。マジか。これはね、ちょっと塗り頑張んないと、きついぞ、これは。相手シールド2枚あるし。相手シールド2枚あるし、ここは寿司が回してくれると、一番やりやすいと思うんだよね。
で寿司が回りきったところで洗濯機が出てくるのがこの編成だと一番綺麗、綺麗な攻め方ではある。相手からすると、あ、ここじゃない、ホッキ店でしょ。あーと、ここで、あー、今のは下向いてたな。いやー、うまそれ。さー、倒したけど、なんか出てきた。なんか出てきた。ちょっとあの動き回ってる北斎をどうにかしないと。それ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 どうにかしないと。よし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 、最低限最低限。だろうの？じゃあ、この黒猫なんだよね。台を持ってるから。うっそー、マジ。そま？これはさすがに止めないとでしょ。マジか！はっ、落とした。落として、もう一個いるんだよな。いや、ウォールダウンしてる。これだー、ここだー、厳しいなー、これ。いや、まだまだまだ諦めちゃダメ。寿司が動いてくれるのが一番、よし、落とした。はぁ？なんで？いや、マジで、ちょっときつい。じゃ、黒猫ががっちり守備に回れちゃってるあたりが、多分結構今辛いところなんですよ。寿司が、あのね、一回でも左入ってくれると、今このタイミングで、あの、カウント左で止められるじゃないですか。で、それで結構左側に意識がいけて、で、なんですよ。で、射程的には負けてるじゃん。射程的に負けまくってるんで、そういうちょっと、ピーキな動きしないと、辛いと思う。こういうとこなんだよ、こういうとこなんだよ。ナイス、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 ありがとう。ありがとう。ここ。で、俺がここと取る。これは俺が取る。で、じゃあ今度ここ上なんだ、この上なんだ。この上取れるかどうかなんだ、この後。そこ取れれば一気にいけるから。ここなんだ。じゃあここを寿司がいけ。ここは寿司がいけ、さすがに。そこは寿司がいけ。俺が塗ってるから、ここは寿司がいってくれ。頼む。動いてくれ。ちょっとそこで、そこで塗ってる寿司は割と弱い。うわー、マジで。じゃあ何これ。どうなってんのこれ。いや、動かないと。動けない。動いてくれ。動いた方が楽だよ。動いた方が自分も楽になるよ。自分も楽になるよ、寿司は。ここ。うっそ、死んでないの今。オッケー。いいよ。取れる。よし、オッケー。これはいった。これはいける。これ取ろう、上。よし、ナイス。上取ってくれてるんで、これ俺、中央行きます。中央も取って、はい。ここ。よし、いいよ。ナイス。ありがとう。ここまでやってくれたら、だいぶ安泰。よし。で、中央と、真ん中と、ちょっと左サイドが空きすぎちゃうといけないから、ここね。ごめん。まあ、オッケー、型にはまった。動いた、ね、寿司が動いた瞬間に展開変わったでしょ？本当にそうなんですよ。本当ここは寿司動いた方がいいですよ。マジで。ここに一個ボム置いとく？その食いも強くない？大王。ごめん。結構ビビるよね。なんか別の人倒したんだけど。落ちたのね。いるのかと思った。落ちたのね。よし、ナイス。よかった。味方ありがとう。よかった。めでたし。うん、ボーナスステージ。ナイス。おまけ。ありがとう。よかった。そう。こう、ね。綺麗に収まったでしょ。そういうことなの。そういうことなの、この、ここは。寿司は動くの。よく左から入ってますよね、これよくね。寿司は動いた方が勝てるから。はい、ありがとうございましたね。いや。お腹も減ってきましたね。何ですか、それ。じゃあ、今日の夕飯は、もう今日夕飯食ってるの？明日の夕飯は皆さん、じゃあ肉じゃがでお願いします。お母さん方ね。はい。じゃあ、ありがとうございました。モッティでした。バイバイ。